東根市でクリスマス仕様に飾り付けされたバスが登場しました。こちらが車内が飾り付けされる東根市の市民バス、タントクン号です。こんな感じ。あ、そんな感じで。もうちょっと近くてこんな感じかな。あ、大丈夫です。このくらいにしましょう。今年で4回目のこの企画、今朝は東根市役所の職員らがリースやシールなどの飾り付けを行いました。中野アナウンサーも少し作業に加わらせてもらいました。お、あ、そのあ、来た。かわいい。作業開始からおよそ1時間、飾り付けが完成しました。実はこの天井の飾り、すべて職員の方の手作りなんですよ。そしてこの後ろ行くと、このサンタさんもなんと手作りなんです。すごいクオリティですよね。もう毎年、はい、綺麗になれ綺麗になれって思いながら、やってます。楽しんでいただきたいなと思います。このバスは今日からクリスマスの今月25日まで、主にさくらんぼ東根駅と市内の高崎地区の間を運行する予定です。